小学館の学習雑誌小学館の学年別学習雑誌小学二年生小学二年生が並ぶ売り場小学二年生は1925年に日本の出版社小学館より創刊された小学二年生を対象にする総合雑誌姉妹市に小学一年生と学習幼稚園が存在する小学館が1922年より順次創刊していた 学年誌の一誌、小学2年生として1925年に、小学1年生、小学3年生と共に創刊した。1941年度は、戦時体制により、雑誌名を国民2年生に、また1942年度から1945年度は、姉妹誌の1年生、3年生との統合し、良い子の友として刊行され、 1946年度より再び小学2年生として復刊した。2011年度までは年度が変わると読者は自動的に一つ上の小学3年生に移っていたが、小学2年生編集部の体制は繰り上がらず、次年度も同じ学年向け雑誌を編集していた。 学年誌は途中で読まなくなる読者が多いのに対して、途中から学年誌を読むようになる読者は限られるため、発行部数は1年生に比べて少ない傾向にある。1997年度から2009年度まで価格は500円台であったが、2010年度以降の価格は他の学年誌と共に680円と大幅に値上げされた。その後、 部数の低迷などから2016年12月発売の2017年2.3月合併号で休刊することとなった。日本雑誌協会のデータによる隠しごとの月、平均発行部数推移は以下の通り。小学2年生が休刊へ、看板雑誌、小学1年生だけに。朝日新聞デジタルウェブ、2016年10月4日、閲覧。 小学館広告局小学2年生4月号から、売り日、半径が変更になります。小学館広告局、2012年3月5日閲覧、ありがとうございます。